高野武氏は、地方競馬の大井競馬場、佐藤久し旧社所属の元騎手である。勝負服の柄は銅青、右紫だすき、袖青、紫一本輪。福島県出身、血液型 B 型。地方競馬教養センター騎手家庭第79期生。大井競馬場の高野正規騎手は実定。2004年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。 同年4月19日、大井競馬第1競争 C38 組9組、条件戦5番人気、サラダクララサララで、初騎乗。同年4月24日、大井競馬第9競争シリウス賞5番人気、山人リュークで逃げ切り優勝、8戦目で、初勝利を挙げる。2008年10月29日第5回、TCK ディスタッフにおいて7番人気大和オンリーヌに、騎乗し2着となり、 波乱を演出した。2009年9月1日から2010年3月14日まで、高知競馬で期間限定騎場を行うと発表された。高知競馬での所属は、西賀正光旧社。2010年3月7日、第18回高知競馬6日目で、高知での期間限定騎場を終了。同年3月15日第19回大井競馬1日目より、 南関東での起乗を再開した。2016年3月に調教師試験に合格したのに伴い、騎士を引退した。地方通算成績は2113戦72勝2着80回3着91回、勝率3.4%、連帯率7.2%。ありがとうございます。